Hello YouTube! Yes! 時間の鬼まむしこと沢しげみです。さて、フィロソフィスト沢しげみということで、今日もですね、ユダヤ本、タルムードとかですね、そういうのについてシェアさせていただこうと思うんですが、ユダヤ人っていうのはもうその、全世界の人口の、大体 0.2% くらいなんですかね。2000万から1500万くらいなんですかね。いるのに、世界の富の、半分、50% をもう持っているっていうふうに言われていて、これ数えたことないんで分かんないですけどね。0.2% しかいないのに 50% なの？すごいねって、これもみんなもうすごいって分かってるんですよ。じゃあなんで彼らはそんな風になったのかと、これが面白いですよ。これは教育のおかげなんです。つまり人間の脳の構造自体はそんなに変わらないのに、若干変わるとしたらユダヤ人の方がこう喋りまくるとかね、そういうところに初期投射が多くセットされているのかもしれないんですけれども、基本的にはその同じ脳なわけなんです。その頭がいいって言っても、1くらい頭がいい人に対してですね、1.2くらいしかそんな大して人間って差がないのですね、そんなに頭の良さは変わらないわけですよ。で、行動できるのも時間も同じじゃないですか。じゃあ何が違うのかっていうのと、そのやっぱり知識だとか原理原則だとか、要は知ってるか知ってないかなんですね。でもですね、人間っていうのはですね、これを知ってたらいいのにっていうことを知ってても、今自分が持っている知識体系でしかその知識を理解できないので、知ったとしても理解できないとか実践できないとか、いや、それは違う、間違っているとかってやって、全然捨ててしまったりですね。つまり、いい親から受け継いだですね、散々小学校とかで教わっているそういった知識体系をもとに、その新たな有益な知識が入ってきてもポイ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 捨ててですね、僕は今持ってるこの知識体系が正しいと思ってるから、なぜならば自分を否定するのってなかなかできないですからね。だからこれに従って僕は生きていくんだ、そんなこういろんないい言葉があってもこんなのやんないんだとか言ってなるわけですよ。でもですね、待ってください。もうですね、これ5000年、そういうユダヤ人が5000年間を、この本じゃないですよ。この本はそのエッセンスの一部しか入ってないと思いますけれども、その5000年間ユダヤ人が受け継いで育って、子供たちを育ててきたそういう知識をですね、いやいや、こんなん誰にもわかるじゃん。いやいや、こんなん間違ってるじゃん。なんだこれ矛盾しまくってんじゃねえか。ただのこじつけじゃねえかよとかって言って読むんですよ。ね、本だけ。健さんのね、こういう本とかもね、全部もう当たり前のことしか書いてないんです。当たり前じゃんとか、こんなのができるんだったら全員金持ちになるよとか、違うんです。これ、それを信じてやるかどうかだけなんですよ。ね、こういう本を、いや、この本を勧めてるわけじゃないですよ。本だったら何でもいいんです。そこに書いてあることをね、今自分が持ってる知識で、これは違うでしょ、こじつけでしょとかって読んでるってことはどういうことですか？どういうことですか？そうなんです。その著者を見下して、著者の批評家になって、こんなことやったってできるわけないじゃん。こんなことをやってできるんだったら全員なってるよって言って、その書いてある、その時は気持ちいいですよ。自分の方が、俺の方が知ってるぜって言って。気持ちいいですよ。でも、それでいざ実践しようと思ってできるんですか？そうやって自分がけなして一回、こんなことありえねえ、こんなの俺でも知ってるって言った、その知の、金塊が落ちているようなこの知識の集まりを、そうやって今金塊が拾えない自分が見て、その知識体系で批判して、それでこれを実践しようと思ってできるんですか？この本じゃないですよ。この本はたまたま今先日読んだっていうだけであってですね、例えばユダヤ人とかってこんなこと言うんですよ。ラビっていうその宗教上の偉い僧侶みたいなですね、神官みたいなその知識人が、なぜ耳は2つついているのに口は1つだと思うと。はい、それは、言葉で喋ることの2倍人の話を聞きなさいということです。こんなやり取りがですね、そのタルムードっていうやつに、よく出てるんですけれども、何が2倍だよって、ただ2対1でもっともらしく言ってるだけじゃねえかとかって思って読むんですよ、ね、私もそれ読んじゃうんですよ。じゃなくて、それを聞いて自分はどう思って、どうやって生かして、その知識を原理原則として今後の人生に活用していくのかっていう読み方をして、初めて自分の脳の中にそれがインストールされて、世の中で起こっている様々なことが、あの時のあれの状態だ、じゃあこうすればいいとかって使えるわけですよ。これがですね、私も含めてできないんです。なぜか、それは
今自分自身が持っている価値観の範囲内、この価値観、この中に自分の大切な守るべき価値観があって、この価値観が否定されたりすると自分が否定されたような感じがして心地が悪いんですよね。でも、この価値観を使って何か思考して、この価値観の範囲内だけで正しいか悪いか判断して、この価値観の範囲内だけの行動しかしていなかったらどうなりますか？そうなんです。自分の今持っている価値観、考え方、知識の範囲内でなれる、その延長線上の未来の自分にしかなれないんですね。そうなりたいんですかと。いや、それもいいんです。だって信じるの自分しかないんだから。じゃなくて、この価値観の外側にある価値観でしか、今の自分でなれない自分に、その価値観を持っていかないとならないんです。で、この安全地帯、セーフティーゾーンの外側の価値観、っていうのは例外なく 100% 心地が悪いんです。居心地が悪いんです。自分よりもなんかすごい上流階級の人と一緒にいる時っていうのはなんか心地悪いんです。そわそわするんです。自分がなんか傷つけられてるような感触がするんです。でもそういう上の人たちとつながっていくから新たな知識が手に入ったり、新たなコミュニティに入れたり、自分が体験したり気づかなかった知識に触れることができて自分が成長するんです。逆に自分よりもちょっとその悪い、自分がなりたくないようなコミュニティにいる場合っていうのは、自分の方が例えば知識があったり、自分の方がいろんなことを知ってたり、その自分の方がそのコミュニティの中で優位に立てたりするので、居心地がいいんですよ。だからまあ、経営者仲間の間ではその居心地の悪い世界に行くことが実はもう最も毎日すべきことなんだと。居心地がいいところに行ったら成長も止まるし、まあ、要は悪い考えがどんどん自分の中に入ってくるんだっていう、まあ、こういう金言もあるんですけど、まさしく自分の価値観の外側、つまり枠の外に出るなんていう言葉ありますね。枠の外に出続けるしかないんです。で、それをやり続けるのが実はユダヤの3歳から始まって、まあ、14歳くらいまでにこう座学 10%、まあ、90% 実践とかで延々と教育されていく、その教育の本質なんじゃないかななんて思ってるんですけれどね。ということで今日はユダヤの、まあ、教育というかユダヤ本について、まあ、感じるところをシェアさせていただきました。最後まで、お聞きいただきましてありがとうございました。イエス！